同じ振りでも動かし方、体の使い方って本当にみんなそれぞれ違うんですよね。なのでその個性を伸ばせるように、潰さないようにケアだったりとか、あのトレーニングっていうのをしなくてはいけないので、やっぱり一人一人をしっかり見て、あ、ここの動き悪いな、こういうトレーニングしなきゃいけないなとかっていう、オーダーメイドのコンディショニングっていうのはすごく意識してますね。やはりお客様に一生懸命やるのはまあ当たり前の話で、本当にご満足されたのかっていうのはすごい不安じゃないですか。まあ、ですから必ずお客様に対しての振り返り、もっと良くするためにできたことがあるんじゃないか、1でもいいから前に進む努力っていうのをしてました。僕は努力をいっぱいしたって自負はそんなにないんですけど、何かを意識したで言えば、自分がされて嫌なことはしない、自分がされて嬉しいことを人にしてあげようを一番思ってやってました。一番意識しているのは距離感ですね。まあ、肉体的なケアはもちろん、精神的なサポートフォローっていうのもできるようにも、距離感っていうのを一番意識して、います。お客様にとっては一生使うお体をどう予防していくか、そういったところの意識を変えていただく、それが一番大切なんだなと思うようになりました。ステージに立った時に 100%、120% の力を発揮できるように何とかしてあげたいという気持ちで、私たちも体を一生懸命させていただいているので、ずっと応援してますし、必要であればどこへでも私たちは駆けつけるつもりではいるので。店長をやっていてなんですけど、子育てとスタッフ育成っていうのがすごく似たものがあると感じていて、最初できなかったことをできるようになるまでの過程をそばで見守って一緒にできた時に喜ぶっていうのは、すごく対象者が違うだけでやり方とか仕組みとかすごく似てるので、プライベートでも仕事でもどちらにも生かされてます。この整体師という仕事は学び続けないといけないものだなと思っていて、自分が成長した分だけ必ずお客様は良くなってくださいます。このカラダファクトリーはテーマパークではないですけれど、通うことを趣味だと言ってくれるお客様もいらっしゃって、そういった方が長く通い続けてくださることが、ずっと健康でいていただくことにつながってくるので、それが一番大切かなと思っています。それこそいろんな知識だったり技術っていうのもいろいろたくさん吸収できましたし、選手の声だったりとか、実際にメイントレーナーされてる方々のお話聞かせていただいて、こういう気持ちで普段からトレーナーされてるんだっていうのを知ることができて、とても勉強になりました。いろんなスタッフとたくさんの人と関わらせていただいた中で、一人すごくこう刺激を受けた先輩がいて、まあ、その先輩のように私もなりたいなって思ったのが、やっぱりそのエグゼの試験を受けるきっかけともなったので、その先輩とも一緒に働く期間もありましたし、まあ、その先輩からいろいろ吸収したっていうところが、まあ、今の一番の努力にはつながっているかなと思います。じゃあ本日はですね、女性スタッフの、座談会ということで始めていきたいと思います。整体師あるあるみたいなのがあればちょっと教えてほしいなと思います。そうですね、まあ、周りの友人とか両親もそうなんですけど、体のことで困ったことがあった時には、これってなんでこうなってんの、これどうしたらいいの、という話はよく質問されることが整体師あるあるですかね。その例えばここの不快感がなかなか取れなくて悩んでるんですっていう時に、こっちでこう施術をいろいろした結果、なんかすっきりされて、もう全然気にならなくなりましたっていうリアクションをもらえた時は、やっぱこう施術家冥利に尽きるというか、すごい嬉しいっていうのはあります。チーム一丸となって今回サポートできたっていうところもあって、体だけじゃない心の面もサポートできる、まあ、トレーナーとしてもうすごいやってきてよかったなっていうのも実感できた瞬間でした。今私が見ているお店は十数人スタッフがいるんですが、そのスタッフ一人一人にも大事に育ててくれた両親とか家族がいるということを常に考えるようになって、スタッフ一人一人が気持ちよく働けているかなとか、辛い思いをしていないかなとか、それを一番重要視するようになりました。僕今大阪から出てきて一人で暮らして仕事してるんですけど、お母さんみたいな存在でもあるので、
常に日頃優しく接してもらってて、とても居心地がいい店舗にもなってるので、それぐらい存在が大きい先生です。佐川先生はお客様への関わり方もそうですし、店舗のスタッフへの関わり方もそうですし、すごい親身に寄り添ってくれる先生です。私がのレビューをしたての頃に、次回予約を取った時にすごいねって褒めてくれて、ランクアップの受かった時とかも自分のことのようにすごい喜んでくれて、本当に児玉先生が店長だからこそいつも頑張れてるなと思います。私がすごく壁にぶち当たってしまった時があって、それこそ何もかもこう嫌になってしまったというか、なんか限界を迎えてどうしたらいいかわからない時に、もう泣きながらその当時の店長に自分の気持ちをぶつけた時に、その店長は自分を見捨てることなく必死で向き合ってくれて、それこそ1時間2時間とずっと話を聞いてくれて、自分を聞いてくれたことにすごく今でも感謝していて、自分が成長した姿を見せるかなと思って今でも努力してやっています。やっぱり人が悩んでる時に一緒になって考えてくれる先輩がいたことが私にはすごい救いでしたし、来てくださるお客様に対してもすごく真摯に向き合って、でお客様の悩みを一生懸命解決させていきたいっていうものがお店の働いてる環境の中で感じるところも、人に熱くてすごくいいなって感じた部分です。人とのつながりがずっと切れないというか、とても深いところでつながっている会社だなと思っています。そこが一番好きなところです。家族みたいなトレーナーがいいなって思っていて、体のことだけじゃなくて本当にいろんなことでつながりを持ちたいなっていうのがあるので、もちろん最初は体から多分私たちの仕事入ると思うんですけど、プライベートのことであったりとか、悩み事であったり、嬉しかったこと悲しかったことをなんか全部こう話せるような存在でありたいというか、あ、この人いれば大丈夫だなって思ってもらえるような存在にはなりたいなと思います。いかにお客様に笑顔になっていただくかっていうのを一番やっぱり念頭に置いて、ストレッチだったりとかっていうのをやっていったような形ですかね。まずはここに来たら笑顔になっていただけるような、鼻で例えればひまわりのような、施術家になるのが一番今は大きな理想像かなと思ってます。私自身は結構トレーニングだったり怪我しないための体作り、そしてトレーナーをやりたいというところは当然あるんですけど、そういった意味で選手から頼られて万全な状態で試合に臨める、何も不安もなく試合に臨めるというようなトレーナーになりたいなと思ってます。自分のことよりもスタッフだったりとか、あとはお客様に一生懸命になれる人になりたいなっていうところを目指しています。結構今勤めてる店舗はご紹介の方が最近増えてきて、で特に先輩のスタッフの方なんですけど、その先輩のスタッフが見ていた方のご紹介でご家族とかご友人の方とかがご来店していただいて、で私はまだそういったご紹介の方っていうのは少ないので、やっぱり紹介だったりっていうのはやっぱりこう信頼されてる証なので、そういう紹介していただいてる体ファクトリーを好きになっていただける、でお客さんをどんどん増やしていけるような生態になりたいと思ってます。今後は後輩を育てるではなくて、後輩の目標であり続けるを僕の目標として、それを見て目標を持って頑張ってくれたら勝手に後輩は育ってくれるので、成長してくれるので、僕はそういう存在になれるように自分を磨いていきたいなと思います。